まずは2018年1年お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい、今年1年どんな1年でしたか。まあぼちぼちですね、まあ、個人としては、キャリアハイは残せましたけど、今年1年、プロ野球人生で初めて、怪我のないシーズンを送れたということで、一つの、今年の成績っていうのが一つの何になるのかなっていうふうに思ってます、はい、今年この成績を残せた理由というのか、何を変えたからこう活躍できたと思いますか。まあ、活躍できた、やっぱり体重を落としたことですかね、はい、怪我が多くて、昨シーズン、膝の大きな怪我をしてしまいました、その時に、来シーズン、1年間戦うにはどうすればいいか、膝への負担をなくすために、体重を減らす、それで体重を減らした結果が、怪我のないシーズンに、なったと思います、はい、今日は女性の方もいらっしゃるので、はい、体重の落とし方すごく気になると思うんですが。そうですね、これ、はい、僕がその体重の落とし方を言って評判良かったら本出すかなと思いますね。そうですね、はい、どんな感じで落とされたんですか。食事はしっかりとりましょうっていう感じですね、はい、腹8分目まで、しっかりとって、その中で、トレーニングをしながら、特に有酸素系が多いんですかね、はい、心拍数が120から130、140あたり、までの動きを、ひたすら長く1時間、1時間半やる、それを毎日続けるっていうのが、はい、痩せる秘訣だと思います。なんか皆さん、キョトンですね、なんか専門家の方がいらっしゃったみたいになってますけど。私たちでもできる有酸素運動って何かありますか。もうあれですよ、ウォーキングとか、はい、ウォーキングとか、あとはその何て言うんですかね、とかでもいいんですよ、はい、とりあえずその心拍数を100、何ぼって言ったっけ俺、120、140あたりのをずっと続けることで、はい、体の中が、燃焼が始まるんで、はい、それを1時間半ぐらい続けるという、それだけでいいです。で、食事は腹8分目、好きな量を食べていい、好きなものを食べていい、炭水化物も食べてよし、米はちょっと少なめ、少なめで、野菜は、はい、両こぼし分、自分の両こぼし分の量です。あ、じゃあその人の体型によってもまた量が違う、はい、ってことですね。そうなんです。この両こぼし言うた瞬間、はい、めっちゃ楽勝やん思った人、はい、たくさんいると思いますけど、結構ありますよ、これ。グッてしますからね、野菜をグッてしてこの量を絞るなんで、結構な量なんですよね。それが1食分ではなく1日の量ですか。1日です、はいはい、朝にこれ全部食ってもいいし、はい、朝昼は自分に甘くして夜だけでこんなに食ってもいいし、はい、どうします。でもなんかダイエットだとね、朝は食べてもいいけど、はい、夜は少なめの方がいいのかなとは思うんですが。あ、なるほど。やっぱそれは食べる時間帯にもよるかなと思いますね、はい、何やったかな、寝る9時間前やったっけ。9時間前、睡眠の9時間前、違うな。お昼になっちゃいますね。お昼っすね、お昼から食ったらあかんねん、それだったら。そうですね、睡眠の、3時間前か、3時間前までやったら大丈夫ですよ。はい、はい、3時間前だったら、はい、まあ、量は本当は朝の方がいっぱい食べた方がいいけど、はい、夜ご飯でいっぱい食べるとしても3時間前だったら大丈夫。はい、はい、でも大丈夫じゃないですか、こんなに細かったらね。皆さんどうですか、こんなに細かったら別にダイエットしないで。私はいいですよ、私はいいですけど。でもやっぱりね、気になると思いますし、はい、ね、実際にねトレーニングして、はい、絞った平田さんがねおっしゃるからやってみようって方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひ試してみてください。両手こぶし分の野菜と、うん、炭水化物は少なめ、腹8分目、腹8分目、はい、なんかダイエット講座みたいになっちゃいましたけどね。それが平田選手の今年の怪我なく1年過ごせた要因じゃないかと。はい、そうですね、体重を落としたからだと思います、はい、そしてシーズン